皆さんこんばんは、星野智子です。今夜のミュージックフェア、ご覧のように美空ひばりさん、西城秀樹さんの素敵なお二人のデュエットになっております。ようこそいらっしゃいました。こういう形でのお二人の、はい、っていうの初めてじゃないですか。初めてですね。僕はやっぱり緊張しますね。あ、そうですか。ひばりさんはもうこの番組では、例えば武田鉄矢さん、郷ひろみさん、いろんな方とデュエットしてらっしゃるんですけれども、今夜の恋人、西城秀樹さんはいかがですか。やっぱりそれはファンの方たちの見方ですけれどもね、本人としてはやっぱり若い人とやるとまた若返るとか、はい、気分がまた違う、ね、感じになるとか、はい、楽しいですね。また違った ね意味でね。ファンの方もじゃあほのぼのと温かい目で見つめているという感じでしょうか。ちょっと今日はファンの方たちにもね、やきもち焼かれるような雰囲気でね、迫ってみないとね。僕も今日一生懸命エスコートしたいなと思ってます。そうですね、とっても衣装も紫と白でぴったりと決まっております。そうです。はい、じゃあ今日はデュエットでいろんな歌を歌っていただきたいんですけれども、どんな感じの曲でいきますか。やっぱりラブソングがいいですね。もう年の差なんてないっていう感じで。はい、それではお願いいたします。それではお二人でラブソング、デュエットでお聴きください。